サザンゲートブリッジから見た石垣港、サザンゲートブリッジは沖縄県石垣市の八島町と南の浜城を結ぶ石垣港に架かる橋である。新港地区は1978年から石垣港の航路、白地整備のために浚設された土砂の処分場とされ埋め立てによって造成された地区である。この橋は石垣市唯一の国道である国道390号の 市街地区間と新港地区とを結ぶために建設され、1993年に開通した。名称は公募により選定されたもので、サザンは南十字星をイメージしている。この橋からは実際に南十字星を眺めることができる。石垣市市街地と南沼浜町との間に他に交通手段はなく、この橋が南沼浜町への唯一のアクセス手段となっている。 この橋の完成に先立ち、1992年10月には、石垣市と内閣府沖縄総合事務局によって、人工ビーチ、300室程度のホテル2軒、フィッシャーマンワーフ、3万ンントンバース、イベント広場、多目的広場、海洋文化歴史博物館、水族館を備えた、石垣港、コースタルリゾートの開発構想が公表された。この石垣港、 コースタルリゾート計画はバブル崩壊などにより実現することはなかったが南ヌ浜町では2017年7月に人工海浜の供用が開始されている7月からまた2020年春の供用開始を目指して20万トン級クルーズ船に対応可能なクルーズ船専用岩壁の整備が進められ2018年4月21日には7万トン級に 対応可能な岸壁が暫定供用されている。このような施設整備の進展により、今後、南ヌ・浜町の利用者像や交通量の増加による渋滞の発生が見込まれること等から、石垣市では南ヌ浜町と三崎町地区とを結ぶ新たなアクセス道路の建設が構想されている。1996年から2013年まで開催された トライアスロンワールドカップ、石垣島大会では、この橋がバイク及び、ランのコースの一部になっていた。2015年から開催されている、石垣島トライアスロン大会では、この橋がバイク及び、ランのコースの一部になるとともに、スイムも、この橋を渡った先の南の浜町人工ビーチで行われている。また、初日の出のポイントとしても知られる。台風の暴風時等には、 通行止めになることがある。また、サザンゲートブリッジがコースの一部となる石垣島トライアスロン大会の際や南の島の星祭りのライトダウン星空観望会、ユースズミライブといったイベントが南の浜町で開催される際にも通行止めになることがある。ありがとうございます。